かける思いは大きいはずです。前節は宮本裕太の劇的なプロ初ゴールで今シーズン初の連勝となりました京都サンガ FC。選手たちが揃っています。今日はアウェーゲームを戦います浦和レッズです。アウェー浦和レッズのキックオフで今試合が始まりました。井上のロングキック、このロングフィードの精度、関根シュートだ。クソユン止めた。西川から一気にロングフィード、浦和がチャンスを作りました。いや鋭かったですね、はい、やはりあの西川選手のフィード一つでやっぱ、ね、一番外にはチアゴサンタナ、ホイブラー点に合わせてきました。セカンドボール伊藤敦樹、武田が体を入れる、アピアタイヤサポート、マルコ・チューリオ縦仕掛けてファーサイド、原大地だ、シュート、バウラーも素晴らしいカバーリングを見せました。原大地、昨シーズンまで京都に在籍していた井上力人、浦和レッズ加入後リーグ戦初スタメンで素晴らしい仕事を一つしました。鈴木斗一、川崎壮太、前が空いた、シュートだ、西川、ここは西川シュートストップ、川崎も抑えが効いたいいシュートでした。渡辺龍馬が蹴り出していきます。前半のアディショナルタイムは6分の予定です。できました、ヘッドだ、最後石見が飛び込んできました。川崎翔太ファーサイド、この位置で原太一です。原太一のクロスだ、アピアタイヤ、鈴木義則、ここで前半終了の笛です。皆さん前半振り返ってどんな印象でしょうか。今後半ホームの京都のキックオフで始まりました。大久保、平野がつきます。武田切り返した、クロスが入る、伊藤敦樹だ、クソユン止めた、クソユン止めました。ミサオ、平賀、ミサオから川崎壮太、平賀、平戸、逆サイドだ、佐藤京だ、西川止めました。ゴール前です。武田、渡辺龍馬、武田左足、これ自ら狙っていったでしょうか。そうですね、狙いきましたね。新田、渡辺龍馬、松尾だ、最後松尾の頭、伊藤敦樹です。ラファエルエリアスが行く、左のところマルコ・トゥーリオだ、クロス、ラファエル・エリアスだ、裏はよく守りました。そうですね、ドレモトがボールを回収、原太一、佐藤京、マルコ・トゥーリオだ、ジャストミートすることができませんでした、マルコ・トゥーリオ。ここで試合終了の長い笛です。死力を尽くした好ゲームとなりましたが、